この後はなんと黒田さんお願いします。はい、はい、さあやりますよ。続いてはスポーツです。2017年今年のですねスポーツ界を大胆大予想します。まずは一緒にこちらをご覧ください。そうですよね、スポーツといえばやっぱりこの方です。武さん、はい、スポーツジャーナリスト、この番組の、ね、コメンテーターでもおなじみの武小山さんがですね4つのキーワードで切ります。テニスの錦織圭さん、ゴルフの松山英樹さん、 WBC、 そして野球の大谷翔平さん、どんな感じになってるんでしょうか。ご覧ください。まずは3月にやってくる WBC、 最後になるのか。アメリカのメジャーリーグ機構と選手会が中心となって開催される野球の国際大会 WBC、 それが今存続の危機だと報じられている。そもそも WBC 発足のきっかけとは、あの世界野球っていうそのトーナメントがあって、世界野球機構っていうところがこう統括してたんだよね。でそれが経営的に成り立たなくなったところに、いわゆるメジャーリーグベースボール、アメリカの大リーグが、まあ、お金を入れてあげると、投資しますよということで、ワールドベースボールクラシックっていうのを作るから、私たちにそのハンドリングを、国際試合を僕たちにやらせてくれ。そう、 WBC はアメリカのメジャーリーグがマーケットの国際化を図って始めたのがきっかけ。しかしそこに新たな波が。それが2015年に始まった世界野球ソフトボール連盟主催のプレミア12。 WBC は12カ国で始まって、その後28カ国に増えていくんだけども、プレミア12は世界全てを含んでるわけですね。世界野球ソフトボール機構さんはオリンピックにもう一度競技を復活させたいという意向があって、その野球がそんなに発達しなくて強くない国もやっぱり予選で含めるという意味では、ワールドスタンダードからいくと、その世界を取り込むという意味ではプレミアジュニア始まってるっていうのが、あの理由だと思いますよ。メジャーリーグの国際化を目指す WBC と野球の国際化を目指すプレミア12。そんな中 WBC の思惑をこう分析する。いわゆる市場拡大って言いますかね、国際化って言いますか、自分たちのその団体が世界にこう進出していくっていう、スポーツのビジネスから言ったら、まあ、なるべき姿だと思います。ですからメジャーリーグはだったら手を引いてもいいんだよっていう、まあ、どちらかというとこう駆け引きみたいな部分があるのかもしれませんね。続いてはそんな WBC を牽引する若きこの男。大谷選手の移籍ポスティングってことでしょうかね。来シーズンオフにもアメリカメジャー移籍の可能性を報じられてきた日本ハムの大谷翔平選手。しかしそこに思わぬ壁が立ちはだかった。まあ、ルール改定といいますかね、まあ、年齢制限もともとなかったところに、25歳未満の選手に限っては、上限を500万ドル、リミットをつけましょうというルールをつけてきた。先月発表されたアメリカ大リーグ機構と選手会が合意した新労使協定。これにより現在22歳の大谷選手は25歳を迎える2019年までは大型契約を結べないことになってしまったのだ。しかし一体なぜ。大谷選手クラスになると、多分これは今200億って言われてましたけど、多分300まで上がると思うんですよね。でそれ払える球団ってもう決まってるわけですよ。要するに限られた球団だけにそういう優秀な選手が行くというのを嫌う、やっぱアメリカメジャーリーグの思惑っていうのは隠せないと思いますね。早期の大型契約ができなくなった今、大谷選手の今後は。アメリカ本当にベースボール好きなわけですよね、国技でね。その彼らたちはやっぱ大谷の二刀流を見たいわけですよ。っていうことはファンのその求めているものと、そのメジャーリーグベースボール MBL の思惑が一致してないっていうのは、スポーツの大好きなアメリカの国っていうのはそのギャップを埋めようとしてくるはずなんですよね。2017年のいわゆるストーブリーグと言われるシーズンが終わった後の動向っていうのは非常に気になりますね。ゴルフのメジャー、テニスのグランドスラム、果たしてなるか。プロゴルファーで現在ワールドランキング6位の松山英樹選手、そしてプロテニス世界ランキング5位の錦織圭選手、2人のメジャーグランドスラム制覇に重要な鍵とは。大事なことはスケジュール。これね、スケジュールがやっぱどうなっていくかなんですね。なぜそれほどまでにスケジュールが大事なのか。その理由を錦織選手の去年の試合スケジュールから紐解いていく。
一番早く来るのはこの全豪オープン、そして5月の全仏、全英、そして8月の全米オープン、いわゆるグランドスラム前にはその国の界隈、その近辺で、トーナメントが行われるわけですね。でその試合に必ず出て調整をしてくるんですが、多分これ錦織選手はもうここ数年同じスケジューリングを組んでいるので今年も変わらないでやってくると思います。一方プロゴルファー松山英樹選手のメジャーは4月がマスターズ、6月に全米オープン、7月に全英、そして8月に今年は全米プロが来るんですね。特に松山選手の場合は今年の4大メジャーに合わせたスケジュールをしっかり組めるかどうかっていうのがやっぱり鍵になってくるということで、同じ4大大会をベストコンディションで挑めるかどうかが鍵だと話す。さらに2人にはこんな共通点があると続けた。ちょっと気にしてほしいのはここ真ん中に書きましたけど、2人ともフロリダ州に住んでるってことですね。なぜか1年を通してゴルフもテニスもきっちり調整ができる、ということ。アメリカ東海岸に位置するフロリダ州の気候は1年を通して温暖なので、コンディションを整えやすい環境にあるのだ。さらに特に錦織選手の場合は全仏と全英があって、拠点が大西洋に近いサイドにいた方が移動がしやすいということですね。松山選手も全く同じなんですよ。世界のベースになっているアメリカの国内のツアープラス、いわゆるヨーロッパに近い方、もう一つのメジャーが英国でありますからね、イギリスでありますから、やはり東海岸サイドに住んでいたいというのはマストって言いますか。試合移動の調整も万全な2人。錦織選手は今月の全豪オープン、松山選手は4月のマスターズがメジャー初戦となる。このフロリダ州に今日構えている2人、なんとなく2人とも同じ年にこのメジャーとグランドスラムを制覇してくれそうな気がする2017年ということだと思います。はい、ということで今年はゴルフの松山英樹さんがメジャーで優勝して、はい、そしてテニスの錦織圭さんが4大大会日本人としてシングルス初優勝、ダブル優勝がありえますよと、武さんの言ってることが正しいのかどうなのか日々のエンタメクロスで、ね、はい、今年伝えていきたいと思いますので、ツイッターでコメントしてくださって気分がいいね正月からって、ありがとうございます。以上スポーツコレクションでした。